保険金を不正に請求していた中古車販売大手ビッグモーターが、先ほど午前11時から不正発覚後、初の記者会見を行い、金重博之社長が経営責任を取って辞任すると発表しました。力を合わせて進んでいくことこそ、今般ご迷惑をおかけした皆様方の信頼を取り戻す近道でないかと、 し、私は7月26日付で代表取締役社長を辞任することといたたししましたビッグモーターは車をわざと傷つけるなどの悪質な手口で自動車保険の保険金を水増し請求していましたがこれまで記者会見を開かず批判が高まっていました。た記者会見で金重社長は トップに立つ者として責任を重く受け止め残機に耐えないと述べ社長を辞任すると発表しました後任の社長には泉真嗣専務が就任するということです